今日は、博多一行社ということで、はい。博多一行社って言うの？そうですよね。バリバリの動物園。あなた来たことあるんですか？あ、そうですか。じゃあ、行きましょう。はい。秀樹さん、はい、今日の美人さんをちょっと紹介しなさいよ、はい、まずは。はい、今日のアシスタント。はい、でちゃんでーす。よろしくお願いします。これがメニューですか？全部。そうでーす。あ、もう来たらすぐ。ゆっくりします。はい。ということで、はい、ここ、美味しいんですよ。まず言うと、先に言ってます。もう、ハードル上げても結構美味しいです。で、これ、まず、このね、博多豚骨麺。これが美味しい。もう一番スタンダードだよね。で、ちょっと脂濃いなっていうのが、脂濃いのしんどいなっていう人は、まさに塩豚骨、それもあるんで、それを選んでもらっていいと思います。餃子美味しそうだね。餃子、今日も頼んでみますか？餃子も行ってきますか？さあ、餃子行かないと、ちょっとやっぱり、東京の餃子、関東餃子と関西餃子の違い分かる？分かんないです。じゃあ、食べましょう。だからメニューこんなにいっぱいあって選ぶのちょっと時間かかりそうじゃない？ですね。ねえ。で、裏には実はちゃんと中国語でも書いてます。じゃあ頼んでいきましょう。これ、紙に書かれた公式です。はい。まず、秀樹さんは？博多豚骨ラーメン定番です。はい。姫は？じゃあこうしましょうよ。あっさり塩豚ラーメンと黒ラーメンの3つがいいんじゃないですか？うん。だね。じゃあそれで。うん。というわけでお出しました。楽しみです。今日はでも、ね、この魚があるっていうのもね、魚もちゃんとあるし、生姜もあるし、魚結構辛いよ。辛し魚です。でバリカタと何いくつかあるじゃないですか。あれもちょっと知ってください。まあ普通にだからあれでしょ。の普通、普通カタバリカタこんな音するでしょ。粉落としって何ですか？粉落としって本当にもう粉落とすだけだから、もう余分につけて終わりみたいな。実際は15秒ぐらい。お湯で茹でるでしょ？湯があって15秒ぐらい。普通は1分とか1分半とか言うけど、それはだいたい15秒ぐらいかけてる。あ、そうですか。その間にでも、店によって違うと思うけど、針金っていうのがある。あ、針金聞いたことありますよ。うん、針金って名前だけ聞いたことありますね。あ、そうですか。もう一つもらって。いや、違った。あ、OK。これバック。黒い。お、来たね。とんかつブラック。とんかつ。カツじゃねえ。これは。ここはインスタント。ウェスソルト。ウェスソルト。ですもんね。素晴らしい塩。塩豚骨です。塩豚骨。ね、すごい、うん。なんかクリーミーな感じでね。うんうんうん、いいよね、これ。食べやすそうな感じ。美味しそう。うん。これはちょっと盛り付けがすごいから。盛り付けがすごいから。そうですね。あなたのね、盛り付けすごいから。楽しみですね。全部、ちょこちょこっと。いただきます。あ、でも泡です。泡出てる？泡です。あ、本当に。それ何は？肩。これはやわです、ね、やわですか。はい。どう？美味しそう。美味しそう。ちょっとじゃあ俺もちょっとスープだけもらっていい？はい。バイオだね。で、うん、豚骨すごい合ってる。マッチして。すごい風味がいい。あ、そう。麺、うん、麺ちょっと柔らかにせっかくした。俺、片派なんですけど。片派なんですけど。麺、俺、やば、あんま好きじゃないんだけどな、本当は。でもなんか、やばやばほどやばくないです。本当？ちょっと茹ですぎな感じ？うん。全然やばい、全然美味しい。麺とすげえ絡む。しかも、逆に絡んでいいかもしれないわ。うん、そう。うん。
ですね、泡系でしょ。あ、泡ですね。美味しいですね。でしょ？でしょ？美味しい？美味しい。美味しい？美味しい。あ、そう。硬い？硬い。割り方は硬い。あ、そう。じゃあちょっとこれをじゃあいきますね。はい、うん、まあ久々にちょっと。あ、でも割り方本当硬いですね。はいよ。これよね、あの中洲の。屋台とかで本当に食べるあのドストレートの豚骨がある。ちょっと、うん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 、ちょっと匂いするけど、このまた匂いがまたいいの。そうですか。美味しい子ありがとうございます。あ、全然あっさり。すごい飲み、すごいあの食べやすい。あ、これいいかもしれない。これ本当に女性に特にいいかもしれない。うん、うんうん。いただきます。で、ちょっとその下りお願いしますよ。うん、その下り。餃子、この西側の餃子ってやっぱ皮が薄くてちっちゃくて一口サイズだ。でも、関東の餃子ってもっと肉厚で野菜がゴロゴロで、もっと、もうちょっと大きいのよ。へぇ、全然違うのよ。覚えてる今言われたこと。ねえ。西の餃子は。味玉でーす。はい、それを期待しましたよ。これチャーシューですね。でかいね。でかいですね。うん。ちょっとされちゃうけど、はい、こんな感じで、おそんな感じです。俺って見せたいじゃん。おお、あらもういいよ。こんな感じです。美味しいです。めちゃくちゃ日本の味ですね。ほんまに？そうですか。うん、美味しいじゃん。うまいよ。うん、私はちょっと家が横浜なんで、うん、家系かなんですね。うんうんうん、やっぱり博多ラーメンが好きでしょ。好きです。じゃあ博多男はどう？博多男も好きです。あ、そうです。で、それ何でしたっけ？これ、高菜です。からし高菜です。おすすめ。 Yeah, thank you。 うん、で、でね、邪道って言われるかもしれないけど、替え玉したら、うん、どうしようかな。 Yeah, thank you。 替え玉したら俺なんか生姜なのよ。これが好きなの。二杯目で味変させるの。あ、やっぱりちょっとでいいね。でしょ。辛いの。辛い。辛い。結構辛いの。辛いですね。ということで、はい、はい、今日も完食しました。ちょっとスープでごめんなさい残しちゃったけど、もうこれ以上食べると健康に良くないんで。いや、健康に良くない。そうね、うん、健康には良くないんで、もう、ね、我々はもう、うん、もう明日に残っちゃうんで、もうね。どう、いや、面白かった。面白かったです。じゃあちょっとお願いします、いつも。はい、せーの、ハッチー。かわいい。じゃあ続けてご挨拶お願いします。はい、ありがとうございます。では最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、あとコメントいいねいただければいいかなって思います。はい、では今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。なんかサービスしてもらってない？なんか金額的に。あ、そうですか。 ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ありがとうございます。じゃあそこ違う、そこ違うだろ、違うだろ、違うだろ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。